はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回、プレイしていくゲームは信長の野望創造のパープキット版、PS4 をプレイしていきたいと思います。プレイするシナリオはですね、独眼竜立つということで、プレイしている大名は伊達政宗でプレイをしています。前回前々回はですね、第1は一鳥橋の戦いということで、戦国伝中心、そして第2回目はですね、大崎郡山合戦ということで、従属していた大崎家が罹患したりしましたので、その大崎家との戦い、あるいは、芦名佐竹連合軍との戦いを進めてきましたが、今回はいよいよですね、すり上げ原の戦い、すり上げ原の戦いという戦国伝進行中で、対芦名と本格的に戦線を開いていきたいと思います。戦端を開いていきましょう。まずは一通り内政をやっているので、次のターンぐらいですかね、なんとか芦名の岩名城に進行していきたいところだったんですが、小峰城に敵が進行か。これはちょっと救援に行かないとまずいですね。出るぞ。あとは支援ですね。どうするかな。矢作もちょっと援軍に出しましょう。お助けいたします。出陣するぞ。敵が800、900、ちょっと部隊が少なすぎるな。小峰城が落ちるぞ。これは出陣します。小峰城を取られるわけにはいかないので、さらに援軍を出していきましょう。出陣します。お味方討ち死に。出陣します。か、表情を始めましょう。先月の終始です。報告いたします。ちょっと城もでっかくしていかないと。いけないですね。金銭が足りないか。金が足りないのね。厳しいですね。政宗自身も竜の戦見せてやろう。見せましょう。我が方の城包囲されました。なんとか持つか。いざ参ろう。かかれ。微妙なとこだな。伊達成光も出すしかないか。なんとか持ってくれればいいんですけどね。出陣します。お、なんとか防御できたっぽいな。そしたら無駄な兵は出したくないので引かせましょう。貴様など俺の敵ではない。加勢します。ここで回線を仕掛けて、なんとか猪苗代の待機をさらに下げていきましょう。よし、夜襲に成功して敵が混乱中。これはこの機に一気に乱戦を仕掛けて撃滅しましょう。特にもう兵力が今混ざってるし、敵も混乱してるので、何かこちらの方で考えてやんなきゃいけないということはないですね。古きよ古き地、すべてを打ち砕く。天下への道突き進むのみを。
よし、これで猪苗代が落とせるはずですね。耐久100まで減らせました。逃げられると思ったか。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。で、あとは配属ですね。各城に人がちゃんと入ってるね。よし、小次郎と伊達花ちゃん、婚約させて。貴様など俺の敵ではない。猪苗代はこれが落とせるでしょう。うん、心中したいと。いいでしょう。ひれ伏せ。よし、これで猪苗代を配下に置いたので、スリアゲハラの戦いの戦国伝ですね、先に進むはずです。今度は黒川城を支配下の、黒川城ってアシュナの本拠地ですね。あ、だからアシュナを滅ぼせと。そしたらですね、どうするかというと、ご命令ください。報告いたします。報告いたします。金がないんだな。猪苗代に米沢から人を入れましょう。あんまり大きな城ではないので、まあ一人いれば十分でしょう。んで、北方戦線がどうなってるかというと、まあ、攻めてはいるけど攻めきれてないっていうところか。ん？ここはまあ無視していいな。そうするとやっぱりアシナだな。会津神宮城が1000耐久、黒川城耐久が3000。なるほどね。となると兵力もあんまりいなそうではあるので、一気に攻めちゃった方がいいかな。ただあんまり兵力が十分にはいないので、援軍を要請するしかないですね。各軍団を、軍団から兵を出させた方がいい。で、ちょっとこれはまた、橋場家の方のシナリオですかね。あんまり関係ないんですけど、ちょっと興味あるんで見させてください。これは1ですね。チャチャ、初号の3人が娘っていましたと。で、柴田勝衛の元で暮らしていて、チャチャ、お前はどうするんだ。これ、チャチャも好きな顔してるな。ちょっとこのね、目の釣り上がった感じの子が好きなんですよね。まあ、一は秀吉を憎んでいたというふうに言われてますよね。まあ、最終的には側室になって秀頼を産むんですけど、ご命令ください。報告いたします。さあ、先月の収支です。報告いたします。金がちょっとしかないんで厳しいですけど、修復しときましょう。で、黒川城攻めですね。腕が鳴るぜ。我らに撃てぬ敵はありません。黒川城じゃなくて
今度はこちらの城に兵を出します。腕が鳴るぜ。で、政宗も自ら黒川城攻め。みんな続け。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。表情を始めましょう。報告いたします。で、ここは回線を仕掛けて黒川城の大気を一気に落としていくという作戦に出ます。先週はここは失敗したんだな。みんな続け。続きなさい。ここは騎馬突撃を仕掛けて突き進むのみを一気に決める。かかれ。ひねり潰しましたね。まあ敵は200もいない部隊でしたからね。これで、黒川城の大気を1200まで減らしたので落とせるでしょう。敵将捕らえました。貴様などよし、これで黒川城を落としたので、ご命令ください。先月の終始です。この黒川城を攻めていた政宗を今度は会津神宮城に向かわせます。ここでも合戦を仕掛けていきたい。ここでも勝利すれば、お、しかも野手で敵は混乱してる。みんな続け。これでどれくらいになるかですね。耐久が100まで減らせる、うん、これで落としたでしょ。ここも我が戦お見せしましょう。貴様など俺の敵ではない。取り囲め。何、宇治家義次が道家を見限り上杉家に出奔。今日の出の勢いなんだけどな。戦へ参る。ご命令ください。報告いたします。そう、武将の数が足りないな。ひれ伏せ。アイリング城はもういいでしょ。これで政宗を返しましょう。一回報告いたします。ちなみに今の勢力図でいうと、羽柴が拠点25、秀吉ですね兵力8万か。で、毛利が兵力5万、これもかなりでかいですね。で、島津が3万5千、うん、やっぱりトップは秀吉ですかね。で、家康が武将数が77っていうのかなり多いですよね。兵数4万7千、秀吉はでも137か。毛利が42は少ないですね。島津が38、これもかなり苦しいんじゃないかな。拠点21に対して38ですからね。で、伊達はというと拠点25に対して、武将が52、兵数が2万8千は少ないですよね。あー、拠点が25あるのに兵数が2万8000というのはやっぱりちょっとね、国自体が小さいんですよね。というわけで、せこせこ建設をしていきましょう。重点的にあれかな、人口が増えるような
制作を中心にやっていった方がいいかもしれないですね。出陣するぞ。よし、アシナを滅ぼしましたね。これで敵将捕らえたり。正宗様、おめでとうございます。なんだ小十郎、お前までそのようなことを言うのか。そのようなことですか。アシナを滅ぼし、欧州の主となりめでたいなどとくだらぬ祝い事を言いに来たのかと聞いておるのだ。天下を望んでいる政宗にとっては、ざれ事だったということですね。そうなんですよ。小十郎の言う通り、もうすでに、秀吉が天下を取った後に政宗が出てきたって言っても過言じゃないくらいのタイミングだったので、このゲーム上ではそうなる前にね、政宗がもっともっと勢力を拡大して秀吉とこう肩を並べるぐらいのね勢力になっておきたいっていうのが目標なんですよね。でそのまま二条五所に攻め込んで二条五所を制覇して、征夷大将軍になって、例によって総武事例を出してクリアするという作戦ですね。そしてこの政宗、次の目標を佐竹にしましょう。戦国伝すり上げ原の戦いをクリアしました。おお、独眼竜を習得したと言ってます。どんな能力なんだろう。また戦国伝か。家中がすり上げ原の戦勝に沸く中、政宗に母義姫が面会を求めてきていた。珍しいこともあるものですな、母上。一体この政宗に何の御用で。政宗、お前はこの母のために死ねるかい。どうじゃ。俺は死ねぬ。俺は伊達の当主。今俺が死ねば伊達は死んだも当然。政宗、わらは伊達のため、最上のためならば死も厭わぬつもりじゃ。死は厭わぬが、お前と小次郎を失うのには耐えられぬ。母上どうなされた。義姫は政宗に、伊達家中に政宗の弟小次郎を当主に擁立しようとする動きが再燃していることを告げた。その裏には義姫の兄であり奥州随一の策略家義満の影が見え隠れしていた。わらはお前と小次郎いずれかを亡き者にせねばならぬ。それが伊達家を守るため。母上、よくわかりました。母上は最上にお戻りください。政宗、この母を捨てる気か。そうではありません。小次郎が死ぬのを母上に見せとうないのだ。これ政宗が小次郎を殺すんですよね。この政宗、伊達家当主として自らの手で決着をつけまする。翌日、義姫は伊達家を離れ実家最上家へと戻ったと。このことが親子の、別れが仲違いの末ではないということを如実に示していたということですね。戦国伝、政宗と小次郎が発生しました。伊達家の弟伊達小次郎、かつて政宗の母義姫は彼を後継者に推した。今もその事実は家中で、頼り続けているということですね。小次郎を追放する。追放しましょう。さっさと追放しましょう。そしたら軍団長を解かなきゃいけないですね。今小次郎を軍団長にしてますからね。養生を始めましょう。先月の終始です。まずは配属でさっき取った城に人を入れていきましょう。武将の数がかなり限られている。ところですけどね。さて、これであとは整備をして
で軍団長を解きましょう。小次郎の、で軍団長を誰にするかだな。片倉北さんにやってもらおう。で家臣で追放。一門の小次郎がいない。いた。あ、これ片倉小十郎だな。あれ、伊達小次郎がいない。あ、いたいたいた。で、小次郎を追放して、次の戦国殿に進むな。政宗が病で片目を失った頃には政宗に代わって小次郎を後継者にという声が後を絶たなかった。政宗が大名として力をつけ始めても、政宗をよく思わない者たちが小次郎を担ぎ出そうとしていた。つまり小次郎の存在そのものが伊達家にとって、不安の種になっていたのである。そしてついに政宗は決断した。小次郎、覚悟はできておるな。はい兄上。母上が最上へ帰りし日より覚悟はできております。一つ聞かせよ。お前に逆進はなかったのだな。そのようなことを聞いていかがいたします。兄上の中に悔いが生まれるだけにございますぞ。そうであるな。良いのです。これが乱世の習いというもの。なんかやけに、物分かりがいいですね。殺されるっていうのに。私にも父上にも母上にも周りの誰にも見えぬものを兄上は見ておられる。その兄上にとって、私が足手まといというようであればこの命など喜んで捨てましょうと。さあお早く私の首をはねることができるものは兄上しかおりません。なるほどね。戦国内政宗と小次郎も達成しました。鬼を取得したって言ってますね。まあ、まさに鬼の商業でしたからね、今政宗がやったことは。さあこれで戦国伝を進めてますけども、次の標的をどこにするか。あー、那須。あー、北条がかなりでかくなってるな。兵数6万。あー、上杉が2万5千、伊達が3万、最上が6000。最上はねちょっと攻められないんで、そうなると九度南部家ですかね。まあでも南部家は任せておいて、佐竹を攻めるか。北条佐竹、この辺りと国取り合戦ですかね。まあそういう意味ではまずはこの那須家を攻めましょう。軍団の方の攻略目標は佐竹、そして片倉の方は南部。まあこれは変わらずですね。今吉見を通じることができるところはないというわけだな。南部に従属してくれるんだったら従属してもらいたいな。で
上杉とは今戦いたくないんで、まあこれくらいしかできないですね。で全軍を持って名付けを攻めに行きましょう。敵が我が領内に向かっております。まあ軍団の方は軍団に任せときゃいいだろう。お、南部がそうは言っても侵入したぞ。これでどうなったんだ。攻めてきてたけど帰っていくな、こりゃ。となると今度は阿藤家を標的にすりゃいいですね。表情を始めましょう。先月の終始です。これ以上敵の兵力が増えるのはよろしくない。とは言っても今交渉とまともに戦う力はないんで、少なくても佐竹は飲み込まなきゃいけないですね。というわけで進行作戦を始めようと思うけど、佐竹義重が8000か、これは勝てないな。となるとちょっと攻める先を変えましょう。戦へ参る。で、正宗自体も出陣しましょう。アシナの配下が大量に加わりますが、さすがにアシナ義弘は処断せざるを得ないんですね。包囲するぞ。加勢いたします。行状を始めましょう。報告いたします。出陣します。麻藤家を攻めさせて敵将を捕獲。ここは誰だ。佐竹義重か。帰らせて戻るぞ。騎乗する。敵将捕らえたり。次本当どこ攻めるかですね。うわ、徳川もだいぶでかくなってるな。これ上杉攻めした方がいいのか。先に上杉じゃないよな今は。思ったより秀吉がでかくなってないですよね。代わりにどちらかっていうと徳川がでかくなってますよね。北条と同盟を結んでその間に上杉を食うというのが一番良さそうですね。かかれ。始めましょう。報告いたします。他に外交しておくべきところがあるかだな。真田は絶対に取り込みたいからな。
アシナとはヨシミを通じておきましょう。アシナじゃない、モガミですね。敵将、捕獲しました。そしたら次で軍団をちょっとさらに分けますか。ひれ伏せ、これが独眼流の戦だ。敵将、捕らえたり。いざ戦へ。ご命令ください。先月の終始です。アトーケを攻める軍団長を誰にするか。カタルクラはちょっともったいないよな。傍らに置いときたい。カス山にしましょう。でここも軍団を1個作っときましょうね。原田総司に任せましょう。で腕が鳴るぜ。北条と戦しちゃダメだよ。北条と戦したら。これはどこだ。北条が攻めてきてんの。北条の目的はここだな。大田原城だな。出陣するぞ。北条と開戦しやがった。そんな許可を出した覚えはないんだけどな。先月の終始です。今北条と戦うべき時じゃないよな。どう見ても。出るとするか。敵将、捕らえました。腕が鳴るぜ。あ、でもこうなったらしょうがない。宇都宮城も取ってちょっと地盤を固めておきましょう。ご命令ください。報告いたします。秀吉が全然でかくなってないっていうのはある意味こちらに好機ありだな。ただその分北条、徳川、この辺りかなりでかくなってますね。庭長重の庭もかなりでかくなってますね。上杉は言うほどでかくなってないんで、北条を叩きつつ上杉っていうのはちょっとさすがに厳しいけど、そういう荒技をやっていかないと北条に追いつけないな。敵将、仕留めました。表情を始めましょう。報告いたします。もう北陸というか矢の辺りは任せておいて、関東の方に兵を集中させたいな。
進する。我が戦お見せしましょう。我が策戦場を制す。出陣するぞ。出陣するぞ。我が策戦場を制す。上場を始めましょう。報告いたします。軍団を編成しておきましょう。掃除の軍団にこの辺りも加えておきましょうね。最近は信長の野望かなり楽勝な大名でやってたので、結構政宗は難しいというか、いろいろ考えながらやらないと。周りが大きい大名が多いですからね。出陣します。貴様など俺の敵ではない。出陣するぞ。遊びは終わりだ。ひれ伏せ。これが独眼流の戦だ。ご命令ください。今ここは誰と誰が戦ってるんだ。ああ、佐竹と北条が潰しちゃってんだな。だったら今のうちに北条の城を1個でも多く取ってしまった方がいい。貴様など俺の敵ではない。敵将捕らえたり。みんな続け。します。我が戦お見せしましょう。ご命令ください。報告いたします。北条が反伊達連合を組んできたんで、こっちも勢力を勧誘するって言っても誰かいるのか。こっちに味方してくれる、味方してくれるのは誰もいないじゃないか。うわー、これはまさに四方八方敵に囲まれた感じだな。田村だけでしたね、味方になってくれそうなところは。貴様など俺の敵ではない。俺に逆らったこと冥府で悔いよ。これ北条が今真田攻めしてましたね。表情を始めましょう。報告いたします。これ真田攻めしてた北条勢ですよね。沼田城が北条型になってる。ただ佐竹が今出払ってる間に太田城は無理にしても、この石塚城ぐらいだったら攻め取れんじゃないか。あるいはここか、祇園。皆遅れるな。お助けいたします。貴様など俺の敵ではない。逃げられると思ったか。政宗を次どこに出すかだな。政宗かなり重要ですからね。上田城は7000か。防御がとても落とせる城じゃないな。静か城攻めに入るか。出陣します。出るとするか。行場を始めましょう。先月の終始です。
へ参る。出陣する。逃げられると思ったか。加勢します。追い詰めてくれるわ。敵将捕らえました。表情を始めましょう。報告いたします。さてかなり苦戦しているけど大丈夫か。取り囲め。出陣するぞ。これはどこ、北条勢か。北条勢がさっき取ったばっかの城に攻め寄せてくるな。こりゃすぐさま救援に行かないといけない。間に合うのか。城が取り囲まれました。承知いたしました。間に合え。よし間に合った。こいつは何してんだ。すぐに救援に行かないと。みんな続け。まずいな。報告いたします。現状では十分な兵力が集められないだぞ。まずいな。このまま行くとせっかく取った城が落とされる。政宗でも出るぞ。あそこは抑えきれないだろう。敵将捕獲したぞ。出るとするか。とんでもねえ数の部隊を教えてくるな。報告いたします。先月の収支です。何か考えないとまずいな。まずは朝廷に工作をしておきましょう。で最悪皇帝に、皇帝じゃない、朝廷に和議を申し入れるしかないですね。待機しろ。政宗は、うわ、兵力がカスだな。これは厳しい戦いになるぞ。止まれ。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。北条と徳川同盟結んでんのか。厳しい戦いになりますね。ちょっと外交戦略を誤ったな。北条と通ずるのが遅すぎた。加勢いたします。お味方が捕獲されました。我が王の城包囲されました。捕獲しました。この北条勢はどうかな。なんとかなるんだろうか。
とにかく一体でも多く、一兵でも多く兵を派遣していかないとまずいことになりますね。といってももう出せる兵力がない。くー、兵力不足だ。間に合わないかな、これは。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。よし、間に合った。捕らえました。騎乗する。いざ参ろう。出陣するぞ。ただここ大激戦になってますね。始めましょう。これでもかっていうぐらい押し寄せてくるな。原田の軍団に任せといて大丈夫かというとてつもない不安が出てきてますね。今ちょっと攻略の方針を変えた方がいいな。対北条に切り替えた方がいいですね。で、鳴光の部隊は引き続き佐竹で行きましょう。で、米沢にいるのが政宗だけど兵が少ないな。というわけでですね、まあ、ちょっと今まさに北条と開戦中なんですが、だいぶ長くなってしまいましたので一旦ここで終わりにしてですね、次回対北条戦を本格的にお届けしていきたいと思います。